広州ワインビーフは、山梨県海市にある小林牧場において、ワインの生成時に発生するブドウの絞りカスを、飼料の一部として与えてヒックされる、交雑種から取れる牛肉のことである。生後5ヶ月までは乾燥などを与えて育てるが、栄養が赤身に行き渡る生後6ヶ月から1年半の間、混合飼料に、ワインの絞りカスを混ぜて与える。その後は、 栄養が油分に行くため絞りかすを混ぜるのをやめ、穀物を主体とした飼料に切り替え、生後2年ほどで出荷される。ワインの効果により肉が十分柔らかくなるだけでなく、ワインに含まれるポリフェノールの効果も有効であるため健康、美容にもいいとされている。マルセイが出している、甲州ワインで育った牛と豚の弁当、小林牧場の直営店をはじめ山梨県内の精肉店や、 百貨店で販売されている。また、楽天市場をはじめとするネットショップでも取り扱っている。その他にも山梨県の温泉旅館や料理店、小淵沢駅で駅弁業を営むマルセイでも出されている。また、関連商品として、公衆ワインビーフカレーや公衆ワインビーフチップスという商品が販売されており、主に山梨県の土産店やネットショップで入手できる。 山梨県ではワイン豚というワインを与えて養豚しているところもある。こちらはワインの絞りかすを与えるのではなく、香りを省いたワインを直接飲ませて育てているのが特徴。こちらも、甲州ワインビーフ同様肉が柔らかくなり、食べやすくなる。主に甲州市で育てられ、山梨県内の温泉旅館で食べられるほか、東京都内のレストランでも食べることができる。 ワインビーフの冠をつけているものとして、北海道十勝地方にて販売されている実証。ワインビーフがあるが、こちらはワインの絞りかすを与えているわけではなく、あくまで十勝牛の一部ランドである。なお、販売されている商品はビーフジャーキーのみである。ありがとうございます。